15万視聴を超えました好調キープ清宮幸太郎4打席全出塁の活躍です。こちらご覧ください。9月20日の日本ハムと楽天の試合、日本ハム1点を追う1回裏ワンアウト1塁から早川から同点のタイムリーツーベースを放ちました。そして3回にはフォアボール、そして5回早川からこれは二遊間への内野安打です。そして7回には藤平からフォアボールを選びまして、結果的には4打席すべて出塁したということで打率も一気に上げてきました。そしてですね、9月の26日にもこのシーンがありました。素晴らしいシーンがありました。同点で迎えた6回の裏、完璧な放物線を描いて小蛇から決勝の13号のソロホームラン、これで打率3割1厘としましたけれども、まあ、この清宮選手後半の活躍を含めてこの打席いかがでしたか。いや、いい形でね、本当に左ピッチャーをね、不利なく方向へ持ってますし、はい、本当にレイエス清宮のね、はい、終盤の活躍がファイターズを押し上げたって言っても過言じゃないんでね、うん、しかも一発もある分だけね、この2人の勝負が大きいですよね、はい、清宮選手が逆方向っていう当たりが出てくるっていうのは大きいんですかね。そうですね、やっぱりその、うん、結構ペロンってなる時あるんで、広い開きがね、はい、今のも開きもしっかりね収まって出てますし、うん、まあ、タイミングもいい形で攻めれてるなっていうね、うん、ところもありますけど、逆に相手からするとインコース攻めきれてないのかなっていう印象もあるんで、清宮選手ももっと厳しいコースをそうですねついていってもというふうなところ、でも左にこうやって出てればね、自信にもなるし、チームとしても大きいですよね。そうですよね、うん、まあ、新庄監督も笑顔で迎えましたが、ちょっと塩対応な感じですけども、これ愛情の裏返しなんじゃないかということです。最後までご覧いただきありがとうございます。アベマバスパリーグ番組 MC の辻歩です。この番組はネットで話題のプロ野球動画を紹介する新感覚のプロ野球ニュースです。この動画の完全版をご覧になりたい方はこちらから。